イクワルマシーという民間組織が児童労働防止のために活発に活動しており、一定の評価を得ていた。BLLF の活躍により、パキスタンの最高裁判所では、債務労働制度の廃止が宣言され、1992年には債務労働廃止法案がパキスタンの議会を通過した。これは、債務労働者の家の負った借金が帳消しになることを意味していた。 イクバルの雇い主は BLLF を危険視し、労働者である子供たちに BLLF に接触しないよう忠告していたが、イクバルは1992年2月、工場を脱走して BLLF の集会に参加した。脱走防止のために鎖で繋がれていたにもかかわらず、過酷な労働で腕が痩せ細っていたため、腕を縛る手錠から腕が抜け、皮肉にも、 脱走の成功につながった。この集会で初めてイクバルは、すでに法律上で、債務労働制度が禁止され、自分の家の背負った借金が、帳消しになっていたにもかかわらず、自分が工場で労働を強いられていたことを知った。会場の片隅に縮こまっていた、彼は、年寄りのように痩せ細り、ゼーゼー苦しげな息をしていた。まるで自分の姿を隠し、 消えてしまおうと努めているかのようだった。それほど怯えていたのだ。しかし、私はこの少年が特別なものを持っているのを感じた。強い意志を持っていることを。イーシャーン・ウラーカーン、クークリン2012、P109 より引用。これが契機となり、イクバルは BLLF の弁護士を通じ、自分の身が自由であることを明かす、証明書を入手。 渋滞工場で働いていた多くの同胞の子供たちと共に工場を去った。こうしてイクバルは6年間の債務労働から解放され10歳にして自由のみとなった。イーシャーン・ウーラカーン・イクバルは BLL 会代表イーシャーン・ウーラカーンの手配によりパキスタン北部のトシラホールに移住し BLLF によって作られた学校であるフリーダムキャンパスに通学し始めた。 田舎村からことへ移ったことで、彼の環境は大きく変化した。勉学に励んで目覚ましく、知識を広げ、学校のまとめ役にして代表的な生徒となった。アメリカの歴史についての知識も得たようで、エイブラハム・リン・カーンのように、パキスタンの子供たちをドレードを前の労働から解放したいとも語っていた。イクバルの学習は早く、4年分の勉強を2年間で、 終わらせることができた。学業の傍らでイクバルは BLLF のボランティア活動やデモ活動にも参加。子供たちを自由へ導くため、子供の働いている絨毯工場を訪れ、共に自由になることを呼びかけた。この活動には、世界中のジャーナリストや、労働運動の指導者、人権問題の活動家たちが注目し、BLLF を訪れてイクバルの話に耳を傾けた。 労働を強いられていた間のイクバルは学校へ通わず、ラホールに来るまで読み書きが全くできなかったが、イクバルの演説はそれを全く感じさせないほど優れたもので、力強さと情熱にあふれ、自動労働の内容は実体験だけあって迫力に満ちていた。大勢の大人を前にした演説でも、おじけづくことはなかった。イクバルと長い時間話をしました。素晴らしい子でした。 自分の考えをはっきり言えて、印象深い、とてもいい子でした。深刻ぶったところはありませんでした。私が知っている、どんな子供よりも賢く、しっかりしていましたが、やはり子供でした。生きていたら、将来、素晴らしい組織を作っていたかもしれません。ファーハド、カリム、クークリン2012、P127 より引用。1994年春には、 ノルウェーのオスロで、スウェーデン産業組合の記者会見に出席し、児童労働禁止について語った。イクバルは、子供の自由を力強く訴え、聴衆は水を打ったような静けさで聞き入った。イクバルの、僕たちは自由だ。の声に、聴衆は、総立ちとなり、イクバルの、僕たちはの声に、聴衆は、自由だ。と叫び返した。年月。 イクバルはカーンに連れられてスウェーデンで開かれた国際労働機関の会議を訪れ労働体験について語り会議参加者たちに感銘を与えた。同国滞在中には同国のフレドリックスダールスコーラン学校の生徒との交流が行われた。ドキュメンタリー映画にも出演して絨毯産業で子供たちが受けている虐待について語った。イクバルはこうした活躍により パキスタンの自由の象徴として次第に国際的なヒーローとなっていった。一方で労働する子供たちを抱える住宅業界にとってはイクバルは危険な存在といえ、中傷に加え殺害をほのめかす脅迫もあった。人権活動を支援するリーボック人権財団は1993年の世界人権会議で BLL 会代表カーンのセミナーに参加して、 イクバルのことを知り、以来、イクバルの活躍に注目を続けていた。BLLF を訪れたジャーナリストや人権活動家たちの推薦もあり、1994年、人権運動に多大に貢献する若者を対象としたリーボック人権賞をイクバルに贈ることが決定された。この賞は長年にわたって活動した人物が、 受賞してきたもので、過去の受賞者たちに比べてイクバルは若すぎたため、新たに行動する若者賞が制定された。同年12月、イクバルは受賞式出席のため、式の行われるアメリカを訪れた。幼いイクバルがアメリカの環境になれるようにとの周囲の配慮から、イクバルは他の受賞者たちよりも1週間早く到着した。イクバルは受賞式の前に、 アメリカの子供たちとの交流のため、マサチューセッツ州クインシーにあるブロードメドウズ中学校を訪問した。生徒たちはイクバルを歓迎するとともに、児童労働についての話に深く聞き入って強い影響を受け、労働を強いられている子供たちを解放するために一緒に戦うことを誓った。生徒たちはイクバルに出会う前に、児童労働を訴えた小説。 オリバーツイストを読んでおり、生徒たちにとってイクバルは現代のオリバーであった。イクバルの話を聞いてから、いろいろなことをこれまでとは違う見方で見るようになりました。当たり前だと思ってはいけない。間違っていると思ったら、間違っているとはっきり言うことが大切なのだ、とイクバルは教えてくれました。イクバルにできるのなら、私にもできると思います。アマンダ・ルース、クークリン2012 p137 より引用。後日、ドーブロードメドーズ校の生徒たちは、イクバルの訪問に刺激を受けたことで、近隣の住民たちに依頼し、自動労働に反対する手紙を656通書いてもらった。これらは、パキスタンのベーナズイール部党首相やアメリカのビル・クリントン大統領、上院議員や州議会議員、国際連合、地元の絨毯産業に当てる予定のもので、 授賞式の前に、イクバルに渡された。イクバルは、自分が、皆の心を動かしたこと、皆が自分と共に戦ってくれることに、非常に感動していた。その後も、奴隷道前の生活を送っていた少年として、イクバルの存在は、多くのメディアの注目するところとなり、新聞記者、ラジオ番組の司会者、テレビのニュースキャスターなどが、大勢、イクバルのもとへ詰めかけた。 このアメリカ滞在中での健康診断では、イクバルは長年の栄養失調と不自然な姿勢での労働を強いられたことによる心理社会性精進症と診断されており、アメリカでイクバルの行動に同行したリーボック財団のスタッフは後に、イクバルは6歳くらいにしか見えなかったと語っている。このためにリーボック財団では発育を促進するために1年分のホルモン剤を 提供する準備を進めた。受賞式前夜に受賞者たちが招かれたディナーにおいては、出席者の一人である、ブランダイス大学の学長から、イクバルが18歳になって、審査に合格したら奨学金を出すことが発表された。そして、ノースイースタン大学で行われた、リーボック人検証の受賞式で、イクバルは、アメリカの俳優ブレア・アンダーウッドから、以下の賛美の言葉のもとに紹介された。 イクバルマシンはリーダーであり勇気を与えてくれる存在であり意外な人物です。我々はイクバルにリーボック行動をする若者賞を与えます。ブレアンダーウッドクークリン 2012PP156 から157より引用。小柄ながら道溢れるイクバルの存在感を前に場内には割れんばかりの拍手が巻き起こった。 壇上でのスピーチにおいてイックバルは国際賞の受賞者、市民団体の代表、ロックスター、映画スター、政治家といった大勢の聴衆を前にして自分の経験した児童労働の過酷さを強く訴え子どもたちの債務労働で作られた絨毯がこのアメリカで売られていることの悲しさを語った。そして自分が絨毯作りに使っていた工具を示し子どもたちは 工具ではなくペンを持つべきであること、すなわち労働よりも教育が大切であると主張した。最後に、児童労働から解放された子供たちの合言葉として、僕たちは自由だ、の言葉で演説を締めくくり、2000人もの聴衆が、その合言葉に答えた。受賞式の翌日、アメリカ三大テレビネットワークの一つである、アメリカンブロードキャスティングカンパニーのテレビ番組、 ABC ニュースでイクバルは今週の人に選ばれインタビューを受けた。国際連合では国連人権高等弁務官がイクバルをパキスタンにおける現在の奴隷労働に対する戦いの勝利者であり世界中の何百万人の子供たちに影響を与えたと称えた。アメリカ滞在を終えてパキスタンのラホールに戻ったイクバルは世界中からの評価を受けたことで自信を得、 さらに勉学と児童労働の解放に励んだ。アメリカでの受賞によってイクバルは世界的に名前が知られることとなり、さらなる活躍と将来が期待されていた。BLLF によれば、イクバルの活躍によって労働から解放された子どもたちの数は数千人にまで上っていた。その一方、前述のようにイクバルを危険視する者たちからの脅迫は受賞後に、 さらに増えることとなったが、イクバルはそれに屈することなく活動し続けた。世界的に有名になったイクバルが危害を加えられること、まして子供であるイクバルが大人から危害を加えられることは考えにくいことと思われていた。イクバル自身もまた、すでに絨毯業界を恐れてはおらず、逆に業界の方が雇用主にも勝る力を得た自分を恐れていると考えて、もう工場主なんて、 怖くない。今では、向こうが僕のことを怖がっているんだからと周囲に語っていた。1995年4月16日、イクバルは復活祭を家族と共に過ごすため、パキスタンの故郷の町へ帰って家族に会った。前述のように小人症と診断されていたイクバルは、成長促進の薬剤を定期的に服用する必要があったため、同日のうちに家を建った。夕方、 ラホールに帰る前に親戚の家を訪ね、いとこたちといたところを、そこの畑にいた小作人に銃で撃たれ、即死した。12歳ボーツ。翌日に取り行われたイクバルの葬儀には、急な知らせにもかかわらず800人が参列した。その中には、国際的なジャーナリストの姿もあり、イクバルは児童労働防止運動の犠牲者とみなされた。 当時のパキスタン首相であるベーナズイール仏トは、不法な児童労働の防止のために活動することを、誓い、イクバルの家族への特別手当の支払いを命じた。ただし、仏ト政権の後の行動は限られたものであり、手当が支払われることもなかった。国際連合人権委員会の開会式では、イクバルと子供たちを中心とする現代の奴隷労働の被害者たちに向け、黙祷が捧げられた。 没後のイクバルは、故郷の無理づけ村の共同墓地で、墓石も墓碑名もない土山に埋葬されている。BLLF のカーアン代表は、記者会見において、イクバルは、絨毯マフィアの標的になったとの見解を示しており、新聞報道上では、真犯人は、工場閉鎖を恨む工場の経営関係者と語った。死の数日後のアメリカの新聞報道でも、 絨毯工場員の犯行の可能性が示唆された。こうした見解に対して、警察では、絨毯業界の関連を否定し、イクバルの死は、行きずりのものと政府で結論付けられた。しかし、リーボック人権財団は、イクバルの検視の報告書には、傷の位置や犯行に関する供述があったものの、殺害の理由や方法を結論付けるのに、十分なデータとは言えないと見て、 検視結果の検証のために法医学専門家たちを派遣した。その結果として、検視報告と警察の報告には多くの疑問が残ると結論付けられ、50を超える政府や人権団体が警察の捜査を非難した。パキスタン人権委員会は警察とは別に独自の調査を行った。イクバルを撃った小作人アシュラフは、イクバルとは初対面であり、自分は 絨毯業界とは無関係だと語った。同委員会によれば、アシュラフはマリュファナを吸って気分が高揚していたところ、そこへ通りかかったイクバルたちがアシュラフのことをあれこれ言い始めたため、銃を取って撃ったところ、イクバルに命中してしまったのだと言い,い、イクバルの死に絨毯業界は関与しておらず、あくまでアシュラフ単独の犯行によるものと結論付けられた。この調査には以前により、 パキスタン人権委員会は BLLF と非友効的だったという事情が背景にあった。また、イクバルの生まれたマシイケの祖先はパキスタンがインドから独立する際にヒンドゥー教のカースト制度の最下層民から抜け出すためにキリスト教徒になったという事情があり、イスラム教が中心のパキスタンではキリスト教徒は少なく、 宗教的な緊張が、イクバル殺害の要因だとする説も唱えられた。アメリカで、イクバルが訪れたブロードメドーズ中学校では、春休みにもかかわらず多くの生徒が、わずか1日あっただけのイクバルのために学校に集まり、イクバルの死を明らかにするための嘆願書の、署名活動を街中で行い、人権擁護を目的とした、非政府組織である、アムネスティ・インターナショナルへ嘆願書が送られた。 子供たちは怒っていました。激しく生き通っていました。イクバルの殺害は子供たちに大きな影響を与えたのです。たった一回、1日しか会っていないのに、イクバルは彼らのシンボルとなっていました。イクバルの声とメッセージはみんなの心に深く触れていたのです。子供は誰でも自由であるべきで、学校へ行くべきだというイクバルのメッセージを、 縦弾で封じ込めてはならないと生徒たちは思ったのです。ロン・アダムズ、クークリン2012、PP177 から178より引用。口述するカナダの活動家、クレーグ・キール・バーガーが1995年に、パキスタンへ渡って調査した際には、パキスタン人権委員会は、イクバルの死は、不幸な事故だと説明し、死の当時にイクバルと共にいたいとこも警察に対して、 同様の証言をしたと語った。またカーンが、絨毯マフィアの犯行だとの主張を続けている理由を、人権委員会は、カーンは最初にその立場を取った以上、後から、その主張を覆しては、都合が悪いこと、または、自動労働反対者であるカーンは、政府から危険視されており、絨毯マフィア説は、政府の主張と逆のため、カーンにとっては、都合が良いと説明した。 また、キールバーガーが、イクバルの母に直接取材したところによれば、母は、イクバルの父は、麻薬中毒であり、金を握らされて、警察や絨毯工場と結託し、カーンと BLLF に敵対する側に回ったと、語っている。また、イクバルが銃撃される直前、彼の尋ねる予定だった親戚の人物が、イクバルは自転車に乗っており、同行していたいとこの一人がペダルをこぎ、 もう一人は荷台に乗っており、イクバルは自転車の前のハンドルに腰掛けていたと証言した。つまり、イクバルの背後に、いとこ二人がおり、しかも、いとこたちはイクバルより大柄であることにもかかわらず、イクバルが撃たれた場所は背中である。このことから、キールバーガーは、いとこたちの影に隠れる状態だったはずのイクバルが、背中を撃たれたことを疑問視している。 イクバルたちが乗っていた自転車は証拠品の一つと言えるが、警察ではこの自転車は押収されていない。その後、当事者たちの供述やイクバルの死をめぐる情報は何度も変化し、様々な情報が入り乱れる中、BLLF では依然としてイクバルの死は住宅業界によって引き起こされたものと信じられた。自動労働反対運動者たちの多くが、 イクバルの死と絨毯業界を無関係だとする主張を絨毯業界を守るための絶造だと信じている。多くのメディアがその後もイクバルの死について新たな申し立てや説明を行っているが真相は依然として謎に包まれたままである。イクバルはアメリカやスウェーデンを訪れた際、子供の作った絨毯を業者が売ることのないよう、そして消費者が買うことのないよう語っており、両国は 子供の強制労働の禁止をパキスタン政府に強く訴えた。やがて、イクバルの訴えに応じて、パキスタン製絨毯の不買運動が起こり、絨毯工場の経営者や事業主は大きな損を被った。受賞式を終えたイクバルがラホールに戻った頃には、十数件の絨毯工場が閉鎖に追い込まれる結果となっていた。このことから、イクバルの死は、児童労働解放によって、 大損を被った違法者の報復と考える人々も多い。イクバルの死後、BLLF のカーン代表は、イクバルの最後の言葉の代弁として、子供たちが作った絨毯を輸入業者や消費者が買うことのないよう、国際連合人権委員会に申し立てた。これを受け、欧米諸国では、絨毯も注文のキャンセルが相次ぎ、その額は日本円にして何億円単位にも上った。 絨毯メーカーではこの損害を恐れ、BLLF とカーン代表が、イクバルの死を利用して、国の利益に害をもたらしているとの主張もあった。こうした、不買運動への対処として1995年7月には、少年労働の不使用を証明するラベルを政府が発行し、このラベル付き絨毯のみ輸出を認める規制策が発表された。しかし、 インドの社会福祉活動家であるニーラ・ブッダは、こうした改善の動きについて、一応の評価をし、イクバルが埋葬された際に、同様に児童労働を強いられていた少女が、イクバルの墓のそばで、イクバルが死んだ日、千人のイクバルが誕生したわと、語ったという。その言葉の通り、イクバルの意志は、多くの同年代の子供たちに受け継がれている。イクバルの葬儀の後、 ラホールでは子供たちを中心とした3000人以上もの人々によるデモ活動が行われ、亡きイクバルのために児童労働を終わらせることを訴えた。イクバルが生前に訪れ、またイクバルが同国で交流したフレドリックスダールスコーラン学校では、彼の死後も生徒たちがプロジェクトパキスタンという表題を掲げ、児童労働禁止のための運動を行っている。 アメリカのブロードメドウズ中学校では子供には労働よりも教育が大切とのイクバルの主張のもとパキスタンに学校を新設するために運動が開始された涙がこぼれそうになるのに気がついてこらえようとしたけれどこらえきれませんでした僕は学校で手紙と絵でこの気持ちを表現してみましたイクバルの死に関する調査やパキスタンの子供たちの学校を建てるのに役に 立てられればいいと思います。DDR ディディサー、クークリン2012、PP176 から177より引用。私たち、イクバルと約束したわ。最後まで戦って、子供たちを自由にするって。助けてくれるイクバルはもういないけど、何か本当に大きなことに挑戦しなければいけないんじゃないかしら。イクバルが死んでしまった今だからこそ。 カレン・マリン・クークリン 2012P179 より引用。この運動にはアメリカ中の多くの学校が賛同し、当時の上院議員であったエドワード・ケネディが運動を支持したこともあって、2年間のうちにアメリカ全州と世界27カ国全3000の学校がこの運動に加わり、13万ドル以上の寄付金が集まった。その寄付者の中には、 ジェイミー・リー・カーティスやトゥルーディ・スタイラーといった著名人の名もあり、マイケル・スタイプやエアロ・スミスといった有名芸能人たちも彼らを応援した。やがて、イクバルの故郷パンジャーブ州で高評価を受けている人権保護団体スダールにより、同州のカスール県にイクバルの学校が設立された。学校へ通う子供たちは今なお労働せざるを得ない生活を送っているが、 工場から通学を許可されており、労働で汚れた服装のままで通学することの内容仕事場にシャワーが取り付けられるなど、学校設立の運動は雇用側に対しても少しずつではあるが影響を及ぼしている。この功績により、ブロードメドーズ中学校は1995年にイクバルと同じリーボック人権賞の行動する若者賞を受賞した。その後、 ブロードメドーズ中学校は、イクバルの学校の運営をスダールに引き継ぎ、1999年には、アメリカの他の学校と共に新たに、オペレーションデーズワーク USA という運動を立ち上げ、世界中の児童労働者を解放するため、世界各国の NGO に寄付活動を行っている。その後も、アメリカでは、14の学校の約1000人の生徒たちが、 イクバルのような自動労働の反対のために活動しており、その活動はパキスタンのみならずハイチ、エルサルバドル、ネパール、バングラデシュ、ベトナム、エチオピア、ルアンダにも広がっている。クレーグ・キールバーガーカナダの活動家である。クレーグ・キールバーガーは、イクバルの死の当時、くしくも同じ12歳であり、自宅で偶然読んだ新聞で、同い年の少年の死とその境遇に衝撃を受け、 やがて児童労働防止運動に身を投じることを決意した。パキスタンに渡って自らの目で児童労働の実態を確かめ、イクバルの墓前で彼の意志を引き継ぐことを誓った。後に彼に共感した学友たちとともに子供の人権を守るグループとしてフリーザ・チルドレンが結成され、やがてこれが世界最大級の子供主体の国際 NGO へと成長することとなった。 この組織は21世紀においても世界中の子供を労働から解放するために活動し続けている。サンティアゴでコンポステーラの広場を訪れるイーシャーン、ウラー、カーンアルメリアの記念プレート BLLF のカーン代表は反政府的な動きを煽りパキスタンに対して経済戦争を仕掛けたとみなされて罪に問われた。これは有罪との判決が下されれば 死刑となる罪である。BLLF では警察により、書類や備品が押収され、会計士とボランティアのスタッフが逮捕された。弁護士ですら、この二人と話すことを禁じられたが、国際人権 NGO である、アムネスティ・インターナショナルが逮捕に抗議することで、ようやく釈放に至った。イクバルの死は、パキスタンの児童労働問題の深刻さを、世界中にアピールすることとなった。さらに、 パキスタンのみならず、児童労働の告発に対する報復と見られたことで、南アジア全体の児童労働問題が世界の注目を集めるきっかけにもなった。国際的な市民社会組織ソリダリダットでは、イクバルが児童労働解放の象徴とされ、彼の命日である4月16日が国際児童虐待デーと制定された。2002年には国際労働機関で、 児童労働を撲滅する必要性を世界に訴えるために6月12日を児童労働反対世界令と制定された。2014年には児童労働解放などの功績によりノーベル平和賞を受賞したインドのカイラシュ・サティアーティが受賞式のスピーチでイクバルについて言及し彼を称えた。今回のノーベル賞受賞にあたり私は同志であるインドのカルルクマール。 ドームダスやアダーショック賞、そしてパキスタンのイクバルマシーの功績を称えたいと思います。彼らは子供たちの自由と尊厳を守るために最大の犠牲を払いました。私はこのように命を捧げた人々、世界中の仲間の活動家たち、同胞を代表して、謹んでこの賞を受賞いたします。カイラッシュサティアーティ ACE2015 より引用。2017年時点では、 イタリアのミラノの国立総合学院、トリエステの学校、スペインのアルメリアの記念プレート、コルドバのイクバル像、サンティアゴでコンポステーラの広場、グランカナリア島の公園など、イクバルの名を記念した学校、広場、通り、公園、彫像が世界各国に存在するに至っている。イクバルの没年齢が12歳だとする説は、BLLF のカーン代表が報道に対して、 説明したものだが、実際にはイクバルはもっと年上だったとする別説もある。リーボック人権賞の受賞時にはイクバルは11歳と報道されたが、その際にイクバルの家族を知っている者たちがイクバルの年齢はもっと上と言い出した。屋内で長時間の労働を強いられてほとんど日光を浴びることができない上食事も不十分で栄養不足から成長が遅れ。 外見が人年齢よりも幼く見えることは南アジアではよく見られる。ただし、イクバルの場合は、労働環境によるものではなく、父方の親戚が小人症だったことによる遺伝的なものとする説もある。先術のクレーグ・キールバーガーが1995年にパキスタンで調査した際には、イクバルの母は、イクバルの労働は6歳からと語っている。 労働開始が1986年であることは多くのものの間で一致しているためその時6歳なら没年齢は14歳か15歳の計算になるただしキールバーガーがパキスタンを含む南アジアで取材した多くのケースでは文盲の多くの者が実施の正確な年齢すら知らなかったという事情があるまたパキスタン人権委員会の報告書によればイクバルの母が イクバルが16歳で死んだと証言したとある。これらのことから、キー・ル・バーガーは、イクバルの没年齢が12歳よりもっと上であることは確かと見ている。また、イクバルが洗礼を受けた、ラホールの聖フランシス協会にある、洗礼証明書によれば、イクバルの青年月ピは1976年4月4日と、あり、これが事実であれば、イクバルの没年齢は19歳との計算になる。 しかし、イクバルの教理である無理ズけの教会では、イクバルは4歳から5歳頃から10年間、教会に来ていたとの証言があり、宣例証明書による年齢とは矛盾する。またイクバルがスウェーデンに渡った際に、同国の著名な小児科医が、小人症とみられるイクバルを診察し、骨年齢などをもとに11歳と断定しており、この診察結果は、ラホール高等裁判所に報告されている。 キールバーガーの調査では年齢についての真相は明らかになっていないが、キールバーガーは年齢が何歳だったかは大した問題ではなく、イクバルが子供たちを労働から解放しようとしていた活動を自分らが引き継ぐことの方が重要だと語っている。ありがとうございます。